紙さえあれば。これだけだっけ？あ、まあ、お箸そうだ。はい。そういえば、お箸結構旅館のどっかに入ってる気がする。あ、見て、ドアにほらセロテープが貼ってる。セロテープ？うん、なんでか知んないけど。はい。どことかじゃない？よし、じゃあ。うん、多分ね。でも向こうのとこ貼ってないんだよ。それかね、何かを隠すか。なんで、うちのとこだけ貼ったんだ。よし、じゃあまずは上に行ってみるか。階段がないの、これ。上行ったら階段登ってみるか。階段行ってみない？上登るの大変だから、後ででいい。うん、何も見えません。あ、開いた。よし、行くよ。最上階。鳥の階段に行きたい。ああ、特別室。あのね、1から3階まではね、めちゃくちゃ白くて綺麗な階段なの。それでね、まだしね、4、5階しか見てないんだけど、4、5階めっちゃ赤かった。殺人現場みたいになってた。特別ルーム。お、すげえ。ここ最上階？ああ、すげえな。ここは一緒だな。いいよね。こんな絵が飾ってあるほら、最上階だから。ちょっと入ってみて。やばいよ、めっちゃすごいよ。おお、なんだこの古さは。しかも汚ね。下の方も。よし。めちゃくちゃ怖いよ、これ。4階だ。そうか。4階だとかに怖い。階段掃除しろよ、これ。4階がめちゃくちゃ怖いよ。掃除するってそういうレベルじゃないの。いや、ただ絨毯が剥がれてるだけだけどね。あ、でもなんかこれもうちょっとやりようがある気がするけどね。食事どころでもあんのかな。いや、違うか。よっしゃ。よっしゃ。お、2階、なんか広い。何、ここは。ああ、食事どころか。喫煙室と暗いな。ああ、これ食事だな。朝食とか食うんだな。で、ここは1階に降りるか。ああ、これで1階か。これもうずっとできるから後でね。自販機ゾーンね。よいしょ、これがロビーだな。
あ、フロント。これゲームコーナーってこれ？あ、もう閉まっちゃうね。でもあと5分くらいしか空いてない。ちょっと見るだけ見てみる。スラック出していくよ。よいしょ。見てキノコ、これ入り口。ちょっとトイレ見てくれ。壊れてんじゃん。これまた、あ、でもトイレはもしするとちょっと臭いな。でもよし、これが温泉。深夜2時まで空いてる。ここだけ綺麗だな。これが家族部屋。よいしょ。誰もいません。誰もいないんで、よいしょ、中にそのまま行ってみます。よいしょ。よくはロンド系とかはない。よいしょ。これは歌ってよ。結構暑い。露天風呂。沈むところはないですね。座るところがない。なんでよく綺麗に撮れるんだろう。あ、左側のパイプから水が出てる。今夜中の1時かな。1時半。ここは2時まで。
離れってこと？なんだそりゃ。特別室ってやつか。へえ、こんなところに。いい石だな、これ。